はい、今日はちょっとグラジュエートというお店に来てみました。今日初めて来るお店なんですけど、今日はこのグラジュエートの大原一成さんに坊主にしてもらおうと思ってます。とりあえずね、まあハゲが坊主にしたらどうなるかっていう部分で行きたいと思います。こちら地下に向かう感じでねあるんですけど、ちょっとここ緊張しますね。初めて来たんですけど、なんかこのガラスがあるから、なんかこれはもうこのスタッフに見られる感じねっていうのがあんま好きじゃないじゃあとりあえずいらっしゃいませ。で今日担当してくれるのが大原一成さんです。いらっしゃいませ。グラジュエートの、まあ、ディレクターらしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。グラジュエートの一成さんですか。あ、グラジュエートの一成。いつもよき気やられてる方。あ、そうですね。あ、おかげさまで。そんな人にやってもらっていいんですか。このたまで、まあ坊主にしたいんですよ。で、まあちょっとずつ短くしていこうかなとは思ってるんですけど、まあ、そこら辺はもうお任せします、プロに。あ、なるほどなるほど。はい、一応気になるのは、まあ、デブでハゲなんでまあそれが分かんないようにしてもらえれば全然問題ないんですけど。あ、分かんないように。はい、デブとハゲが目立たない感じで、まあ、目立ったら目立ったで YouTube 的に面白いかもしれないんで、まあそこは。あ、じゃあちょっとずつやっていく。はい、任せます。はい、いきますね。はい、お願いします。乾かしてからバリカンするそうです。大切だ。やっぱ真ん中だよね。真ん中でしょ。なんか分かんない。切れるの？切れてないでしょ。切れてる。切れた。あ、切れてる切れてる。切れた。あ、切れてる。わあ。ああ、いいね。ハゲてるね。落ち武者、落ち武者みたいに。こう真ん中からさ。すごい。でももうさ、普通に勝っただけでカッパっぽいけど。残り具合。ここだけ。え、これ密度が本当に同じ長さかな。わー、こういう感じね。ハゲが坊主にすると、これ、ここだけ、これやばくない？ここも短くした方がいいんじゃない？ここは短くした方がいいね。ここは短い、濃いハゲみたいな。こういう感じね。これやばいね。ちょっとね。これやばい。もうちょいかな。これはやばい。本当に同じ長さ。マサラさん見てください、これ。ハゲ、ハゲエルです。いや、でも坊主似合う気がする、ワンちゃん。ここまでいっていいか。ここまでいっていい。これもういい。ここまでいっていい。あここ残る。いや、染めた方がいいか、これは。ハゲた野球部の監督みたいだもんな。全部3でいいかも。全部3でいきましょう。全部。おお、馴染んでんじゃん。これじゃない？うん、3がいいかもしれない、ハゲは。めっちゃ短い。こんなね、上までもバリッカリやったの初めてだ。美容人生初だ。大五郎ヘアみたいになりそうだね。大五郎ヘア。クリスチャーノ・ロナウドじゃない。ロナウドじゃない。おお。ロナウドだ。すごい。痛いんだよね、さっきから。痛い。そう、バリカンが痛いんじゃなくて、なんかこれ見、このここを一回刺してから来るんだよ。これ結構痛いからね。気をつけましょう。そうそうそう、横から入ってて、縦から横に刺さってるから。おお、分かんないね。3ミリにするとなんかさっき見たけどカッパ見たさがない。あったかいよ、体張ってるわ。どうすか。え、いいんじゃないですか。なんかもう30分ぐらい鏡見てたら、なんか元からこんな感じだったよなっていう。よかったね。はい。
海洋圏あ、いいんじゃん。オッケーです。大丈夫ですか。はい、目立たなくなったじゃん。うん、こっちの方がハゲてきたわ、逆にありがとうございます。ありがとうございます。初めてのグラジュエット行ってきました。気持ちいいよ。まあ坊主にするんだったら他の店行った方がいいと思います普通の方だったらうちの方がいいですけど、坊主にするんだったら違う美容室の方はおすすめします。間違いない。ありがとうございました